はモロッコにやってきました。カサブランカ空港から電車でマラケシュ空港に行こうと思います。着いた初日からタクシーをぼったくられたんですけどなんとかどうにかこうにかここまでたどり着くことができました。スペインが都会だった分わからないことも多いんですけど、3人で力を合わせて頑張っていこうと思いますマラケシュのホテルに着きました。ブッキング.comで見つけたんですけど、すんごい安かったのにめちゃくちゃ綺麗ですよね。ウェルカムドリンクでミントティーをいただきました。ありがとうございます。お母さん、お母さん、お母さん、上見て、お母さん、お母さんスーツケースを部屋に置いてからマラケシュの街観光です。実はマラケシュに来るのは私は2回目なんですけど、ほとんど何も変わってなくて懐かしい気持ちになりました。お腹が空いたのでご飯を食べます。とても景色のいいレストラン。美味しそう。なんだこりゃ。ごめんなさい、モロッコの料理の名前忘れました。よかったら皆さんコメントで何の料理か教えてください。クスクスかな、クスクスかな。名前入りのキーホルダーをお土産で買いました。この人めっちゃ優しかったな。フルーツジュースを買ったら来てと言われて行ったら帽子をかぶせてくれました。みんなで記念撮影をしました。これは初めて見るお菓子でした。ナッツが入っていて甘いお菓子でした。モロッコの滞在日数は少なかったので、この日お土産をたくさん買いました。ありがとう、ありがとうございます。シュクラン。いい店ですよ。コナピは頭に布をぐるぐる巻きにされていました。モロッコ人は優しい人たちばかりですね。2日目は私がずっと楽しみにしていたツアーです。おはようございます。モロッコのサハラ砂漠ツアーです。サハラ楽しみ？楽しみですここ名前は忘れたんですけど、日本人が2人住んでいるらしいです。この絵は焼いたらキャラメルの匂いがしました。もう本当に暑くて結構歩くのが辛かったです。巻いてもらったよ。これでラクダに乗るらしいです。これはね、耳も肩も隠れるし、こうやってやったら口も隠せる。かわいい。砂漠に向かっているところです。今の気温は35度です。もう夕方の5時なのに35度。ちなみに10月が一番暑いらしくて、10月は45度とか50度とかそこら辺まで行くらしいです。死ぬ。やっとサハラ砂漠に着きました。このラクダちゃんに乗ります。よいしょ。ラクダの上はめちゃくちゃ揺れます。途中で縄が切れてしまうアクシデントもありました。ありがとう相棒。そして今日はここに泊まります。めっちゃ楽しみ。キャンプファイヤー大好き。床で寝ると思ってたからベッドがあってびっくりしました。よかった。ラクダ痛かったでしょ。痛かった。すごく安全そうなテントで、女性だけの旅行でも安心です。外の休憩スペースも可愛いです。おいしそう。やばいやばいかわいい。待ちに待ったキャンプファイヤーの時間です。普段私は踊りませんが、テンションが上がってます。3時間くらいだけ寝て、すぐ朝日の時間です。頑張って起きました。もうなんかみんなフラフラしてますね。マジで頑張って早起きして本当に良かったです。見てください、この景色。本当に来て良かったです。帰りもバスがいるところまでラクダに乗ります。よろしくね。帰り道に綺麗な場所に来ました。いつも通り名前は忘れました。本当だ。ここは博物館です。全然人がいなくてめちゃくちゃ楽しかったです。ダンジョン始まるぞ。王様、どうかお許しください。死刑じゃん。秘密の鍵を見つけてしまった。秘密の階段まである。鍵が行くよ。それひみちゃん投げて。早く出してくれ。早く。夜マラケシュに帰ってきました。お兄さんがミントをくれましたよ。あっという間のモロッコ旅行3日間でした。またみんなで旅行できるように仕事を頑張ります。ついにみんなでの旅が終わります。今どんな気持ち？寂しいけど早く日本食食べたい。はい、では向かおうと思います。最後の最後に大事件発生です。この13時35分は空港に着く時間じゃなくて空港の前の駅に着く時間でした。これだと飛行機に間に合いません。焦りすぎてスタバの抹茶フラペチーノをほとんど全部こぼしました。でも焦ってももう何も変わらないので電車の中で楽しく過ごしました。男の子たちが手で何かを演奏してくれました。そして無事タクシーで空港まで来れました。飛行機間に合いました。How was our vlog?We went to Turkey, Santorini, Spain, and Morocco. Did you watch all of them? I hope you like my vlog, and I will be really happy if you leave the comments below. And thank you for watching till the end. See you guys in the next video. Bye! またねー。